アディゲ共和国の国旗、チェルケス人は歴史的チェルケス地方を固地とする北西高カサス語族のチェルケス語を母語とする民族である。19世紀にロシア帝国の侵略によって多くのチェルケス人が故郷を失った。特に1864年のロシアチェルケス戦争の後の流出が激しかった。最強義にはチェルケス人はアディゲ人の12の士族を表す。 国旗の十二の星はこの氏族を表す。しかし、ソ連は同じ民族を四つの行政区画に分断した上で、と一方的に民族名を押し付けた。チェルケス人のほとんどがイスラム教スンニ派である。チェルケス人は北西高カサス語族に属するチェルケス語を話し、方言は主に三つに分かれる。約八十万人のチェルケス人が歴史的チェルケス地方に暮らす。 2010年の国勢調査では、本来のチェルケス人は718,727人だった。内訳は、カワルド人が516,826人、アディケ人が124,835人、競技のチェルケス人が73,184人、シャプスグ人が3,882人だった。代表なき国家民族機構は、 1990年代初頭時点で世界50カ国に370万人の民族的チェルケス人が離散していると推定した。これはチェルケス人は7人中6人が故郷を離れたことを意味する。トルコに200万人、レバント及びメソポタミアに30万人、西欧及びアメリカに5万人が暮らす。チェルケス人は自らをアディゲ人と呼ぶ。これは 海岸近くの山岳民を表す。マムルーク朝の第25代及び最後の君主のアシュラフトゥーマーンバーイ、アディゲ人である。遺伝的には、アディゲ人は近隣のコーカサス人と部分的に同じ祖先を持つ。アディゲ語、カバルド語、ウビフ語を含む、チェルケス語は古代北西コーカサス語族の一員である。紀元前400年頃、アディゲ王国が建国された。 三世紀から五世紀、ギリシャや東ローマ帝国の影響を受けて、キリスト教がコーカサスに広まった。チェルケス人は、キリスト教を国教として受け入れたが、彼ら固有の宗教も放棄しなかった。四百年頃から、異民族に何度も侵略されるようになる。最初に、中央アジアのステップ出身のブルガール人が、侵入した。632年、ブルガール人は、 ファナゴリアに首都を置き、現在のウクライナ南部に大ブルガリアを建国した。668年、ハザールの圧力を受け大ブルガリアが滅亡し、ハザール藩国が建国された。1000年頃、ハザール藩国の滅亡に伴って、アディゲ人はアラニア王国を建国した。10世紀から13世紀、ジョージアの影響を受けた。15世紀後半、 クリミアタタール人とオスマン帝国の影響を受けて、チェルケス人の一部がイスラム教を受け入れ始める。彼らはマムルークとなり、カイロのマムルーク町に仕え、スルタンまで上り詰めた者もいた。エジプトでは1950年にナセルが大統領になるまでアディゲ人がエリート層を成していた。17世紀にはチェルケス人の多くがイスラム教に改修した。 ペルシアのサファビー朝やガージャール朝に多くのチェルケス人が移住し、ハレムの特権を得てグラムと呼ばれる上流兵士となったり、様々な仕事に従事した。アッパース2世やスレーマン1世をはじめ、サファビー朝の貴族やエリートの多くがチェルケス人の子孫だった。イランへの移住は20世紀まで続き、多くが現地社会に溶け込んだ一方で、テヘランやタブリーズ、ギーー州、 マーザンダラーン州では、チェルケス人社会が未だに存在する。1800年から1909年の間に、オスマン帝国にチェルケス人を中心とする、約20万人の奴隷が輸出されたと見積もられている。チェルケス人は、側室として重要があった。チェルケス人が、オスマン帝国に避難する経路、チェルケシアは、国会東北沿岸部の小さな独立国だった。 ロシア人は、チェルケス人に対して何百回も略奪を行い、チェルケス人をオスマン帝国に追いやった。少なくとも60万人が、虐殺や飢餓で落命し、何十万人も、故郷を追われた。1864年までに、人口の75%が失われ、チェルケス人は、近代最初の祖国を失った民族になった。ワルター・リッチモンド、 ザ・セルキャション・ジェノサイド18世紀後半19世紀中盤にかけてアディゲ人はロシア帝国に対し何度も防衛戦争を行ったが結局独立を失った西欧ではアディゲ人への同情が高まったが具体的な援助を受けられなかったロシア・ペルシャ戦争とロシア・ペルシャ戦争の結果ガージャール・アサは現在のジョージア・アルメニアダゲスタン・アゼルバイジャンを ロシア帝国に割上した。1856年に終結したクリミア戦争後は、ロシアはさらにコーカサスに圧力を加えた。1859年、ロシア帝国はシャミールをコーカサス東部で倒したことで、興味を西に向けた。1864年6月2日、アディゲ軍の敗北を受けて、アディゲ人指導者はロシアに忠誠を誓った。2011年5月20日に、 ジョージア議会は19世紀のロシア帝国のチェルケス人虐殺を非難する決議を95対0で可決した。ロシア支配下の他の少数民族と同様に国境地帯に住むアディゲ人は強制移住させられた。ロシア南方の広い範囲を支配するオスマン帝国はアディゲ人兵士を勇敢で経験豊富と考えており国境地帯に住まわせ防衛力を高めた。 チェルケス語の方言の関係図北西コーカサス語族、アブーダルーイーシュモスク。アンマン最古のものの一つ。最高神の他を表す、十字鉄やディゲ人の伝統衣装、アディジアンズチャーケシャンスキャバーディンスシャップサジェンス、アボシニオンズワブコジーンスアセシュアンズチェチェンズダゲニアンズ、オスアバイジャニツアーミーニオンズコーカサスの民族、チェミルゴイジンチェミルゴイジン,イジンアダメイジンイエゲルグワイジン、 マコシュ人、ベズレネー人、カバルド人、カバルド人、ハトグアイ、人、ブジェドゥグ人、アデレ人、ジャネー人、ナトゥカイ人、ナトゥカイ人、アブザク人、アブザク人、ウビフ人、シャプスグ人、シャプスグ人、マムケグ人、シェガク人、アバザ人、タパンタ人、アブハズ人、アナパ、ノボロシースクゲレンジークトアプセソチ、ガグラツチエーブアトラスのチェルケス人の、1921年4月、 トランスヨルダン首長国のアディゲジンの馬術1940年のアラブ反乱時代ヨルダン王室を守るアディゲジンこの絵兵2014年にソチ五輪が開催されたソチはかつてチェルケス人の首都だったこの地域には1860年から1864年のロシア帝国の侵略により虐殺されたチェルケス人の集団墓地があるありがとうございます